皆さん、こんにちは。篠犬の篠崎です。本動画では、日本語教育能力検定試験重要テーマである、ポライトネス理論について解説いたします。ポライトネス理論とは、相手とコミュニケーションをする際、会話の場面や状況、相手との人間関係などを考慮しながら、相手のフェイス、つまりこれ、メンツとかですね、欲求という意味ですけどですね、このフェイスを脅かさないように配慮することを言います。 日本語の場合、敬語はポライトネスを高度に体系化した一つの形ということができるでしょうね。相手に対する配慮の表現の仕方たは、まあ、言語や文化によってさまざまですけれども、まあ、根底にある考え方には共通する部分もたくさんありまして、まあ、それを理論化したのがこのポライトネス理論というふうに言うことができるかと思います。また、このポライトネス理論は、言語と社会の領域の最重要項目に挙げられておりまして、 それだけに検定試験にも頻繁に出題されます。私自身、現在大学教授として留学生に指導していますけれども、中級以降になどですね、相手に配慮したものの言い方やコミュニケーションストラテジー、これが重要な指導項目に入ってきます。また、小説などの文章を読む場合も、ですねその登場人物のやり取りを、ポライトネスストラテジーという観点から読んでみると、 まあ彼らの心理をですね、より深く読み解くことができて、厚みのある授業を展開することができるんですね。ポライトネス理論について理解を深めたい、そして検定試験で失敗したくないという方は、ぜひ最後までご覧ください。え、本動画の具体的な内容としてはこのようになります。まずはじめに、ポライトネス理論とはですねえ、具体的にはブラウンとレビンソン、メンツ、ポライトネス、ポジティブ、 フェイスとネガティブフェイス、ポジティブポライトネスとネガティブポライトネスについてお話しいたします。え続いて、フェイス侵害行為、これを FTA と言いますけれども、まあ、その FTA とその構成要因ですね、これについてお話しいたします。そして最後に、ポライトネスストラテジーについてお話しいたします。また、よろしかったらチャンネル登録をお願いいたします。 それでは本題に行きましょう。はい。通信講座、篠野の日本語教育能力検定試験対策の今回は講義資料の34番ですね。御用論的規範からの解説となります。まず、ポライトネス理論ですね。ポライトネス理論とはですね、ブラウンとレビンソン。この学者ですね、非常に有名ですので覚えておきましょう。このブラウンとレビンソンは、ゴフマンのメンツですね。 まあメンツまあ、日本語でもよくメンツとか言いますけどね、あるいはまあフェイスと言いますけどですね、この理論をまあポライトネスに応用し、独自のポライトネス理論を考案しました。ポ、えー、ライトネスとはですね、相手とコミュニケーションする際、えー、会話の場面や状況、相手との人間関係などを考慮しながら、相手のフェイス、ね、つまりメンツ、欲求ですね、これを脅かさないように配慮することを言います。 ブラウンとレミンソンは自分の欲求が少なくとも何人かの他に何人かの他人にとって好ましいものであってほしいという欲求、ね、これをポジティブフェイスあるいはまあ積極的フェイスですねまた自分の行動を他者から邪魔されたくないという欲求これをまあネガティブフェイスとか消極的フェイスと名付けました。そうですね、はいまあこの 前ですねえー、少なくとも何人かの他人にとって好ましいのであってほしいと、つまり自分をです、ね、積極的に認めてほしいということですね。これはポジティブフェイスということですね。で、ネガティブフェイスは、まあ、あり得に言えばまあ邪魔されたくないということですね。こういう要求ですね。はい、これをポジティブフェイスというわけですね。で例えば、所属する仲間に好かれたいとか、認められたいために仲間内で用いられる言葉例えばキャンパス言葉とか、若者の言葉とかですね。 これを使うなどはポジティブフェイスを満たすための行動であると言えます,です、ね。まあ、こういうその人に認められたいというのはよく承認欲求と言いますけどですね。まあ、その承認欲求を満たしたいという一つの方法といいますか、えー、形がまあこのポジティブフェイスというふうに言えるんじゃないかなと思いますね。でこうした他者に近づこうとすることをまあポジティブボライトネスと言いますと。一方、例えば友人に授業のノートを貸してもらうよう依頼した後に まあ、無理なら他の人に頼んでみるから無理しないでねというなどは、まあ、相手のネガティブフェイスを配慮した発話ということができます。つまり、相手にです、ね、過度に負担を与えたりです、ね、えー、まあ勉強の邪魔を伝えたくないという相手のネガティブフェイスに考慮した言い方ですね。まあ、無理ならしなくていいですよという、まあ、そういうことはですね、はいで。こうした他者と距離を置こうとすることをネガティブポライトですというふうに言うわけなんですね。 えー、先に述べたヘッジ、あ、これはですね、この講義上の,あの前に、実はヘッジについて書いた語っているんですけども、まあ、それはまた、えー、別の機会にお話しすることにしましょうか。このヘッジというのはですね、このネガティブプライトネスとして機能しているということができますということですね。はい、では続きま,いきましょうか、えー。フェイス侵害行為、これを略称 FTA と言いますね。これとその構成要因ですね。えー、ブラウンとレミンソンは、さらにこれらのフェイスを脅かす行為を FTA、えー、フェイスス・リーズニング・アクトと呼び、 FTA の深刻度が12に上げた3つの要因からなるとしました。12ですね。なお、S は話して、スピーカーですね。H は聞き手、ヒアラーを表しますということで、この12をご覧ください。まず1番。H、話してと、えー、S、話してと、H、聞き手ですね。これの社会的距離ですね。まあ、例えば、教師と生徒、先生と生徒みたいなのが、まあ、その 当てはままるかと思いますねでこういった社会的距離というのはまあ対照的関係というふうに書いてますけども、つまり片っぽが決まれば片っぽも自動的に決まるような、そういう関係でしょうね。はい、これをまあ社会的距離と言います。これが一つのまあ構成要因だと。二つ目、えー、話し手と聞き手の相対的力ですね。力関係ということでしょうね、はい。これは非対照的関係でありますが、まあ、これはこの力関係というのは、えー 必ずしもどっちかが強くてどっちかが弱いというわけでもなくて、まあ、その強さ、弱さにも程度もありますしです、ね、えー、その力が均衡しているというようなこともありますので、まあ、決して必ずしも対照的とは言えないということですよね。はい、でこの力もそのフェイス信頼行為を構成する一つの要素であると、要因であるということですね。3つ目、特定の文化における絶対的な不可動、うん、ですね。はいえー ちょっと具体的にましょうか。2の相対的力とは、まあ、言い換えれば話し手と聞き手の力関係であり、3の相対的な負荷度とは、言い換えれば行為の負担度という意味ですと。例えば、そうですね、あのまあ、お金を貸してくれみたいな、そういう場合ですね、えー、まあ、それが借りるお金がですね、10円だったらですね、その負荷度は、まあ、そんなに大きくはないかもしれませんが、これが100万円となるとですね、かなり大きな、まあ、相手に対して大きな負荷を、 与えるということですよね。はい。よろしいでしょうかね。まあ、それがまあこの3番の絶対的な不荷度ということでですね。でそして、ブラウンとレビンソンは FTA の深刻度、これを W と表しますが、これが次のページの13のように D、つまり社会的距離、P、パワーですね。R、この不荷度ですね。これの和によって表されるとしました。はい。これですね。 W イコール D プラス P プラス R とです、ね。この相和がこの FT の深刻度となるということなんですね。これ、えー、覚えておくといいかと思います。最後行きましょうか。ポライトネスストラテジーですね。加えて、ブラウンとレミンソンは互いのメンツを脅かさないために、FTA をできるだけ避けるよう、さまざまなポライトネスストラテジーが取られると主張しましたと。と ポライトネスストラテジーとしては以下の5つが挙げられますということで、ポ、えー、ライトネスストラテジーですね。1番、言いたいことをあからさまに言うと。ねえー、例えば、親が子供もにさっさと勉強しなさい,みたいな、ねはい、で次に2番目、積極的ポライトネスを使った言い方をすると。これも親が子供ですね一緒に勉強しようじゃないかというふうに言うと。ね、働きかけてるわけですね。はい、3番目、 消極的ポライトネスを使った言い方をすると。勉強した方が君のためになると思うんだけど、と。これ、あのポイントはですねこう、なると思うんだけど、思うんだけど、ということなんですね。つまり、えー、私はそう思うんだけど、それをどう捉えるかはあなた次第だよということで、相手のですね、えー、フェイスですね、これをまあ侵害してないといことなんですね。4番、弦外にほのめかすと。試験前なのに余裕だね。と <laughs> で,ですね、まあ、これ皮肉とも取れるかもしれませんけど、まあ、あの えー、3位よりもさらに相手のですね、まあ、メンツ、フェイスを脅かさないですね。話をですね、具体的な話をですね、まあ、その具体性をですね、えー、薄めてる分ですね、えー、相手のフェイスを脅かせないということですねで。5番目、何も言わない。これはもうですね、相手の、えー、なんて言いますか、その不可動ですね。 不可動がほぼほぼゼロということでいう、まあ、ほぼほぼゼロというわけですね。でこれら5つのプロライトネススタジオのうち、コミュニケーションの最中、FTA をしても相手のフェイスを犯す可能性がほとんどないと判断された場合は、1が選ばれる。そうなんですね。これ、1のように、まあ、さっさと勉強しなさいというのは何でかというと、これ結構これ強い言い方だと思います。相手にグイグイ、相手の中にこう割り込んでいくような言い方ですけども、これを言っても大丈夫だと。 思うから言うわけですよね。で、思うからい、大丈夫だとあの思うからですね、えー、これを言うわけで、とすると、それだけ裏返しに言えば、それだけ人間関係がしっかりできているとか、ね、相手のフェイスを、まあ、こんだけ強く言っても脅かせないだろうと、ね、それぐらいの関係性は持っているというふうなあ考えがあるから、これができるわけですよね。はい。逆に、ちょっとした FTA でも相手のフェ,スフェイスを脅かす、犯す可能性が。 極めて高いと判断された場合は5が選ばれるわけです,そうです、ね。まあなんかちょっとでもなんか言おうもんならですね、相手がひど、ね、く傷ついてですね、なんか逆入れされたら困るっていうね。だったら、まあ何も,何も言わないで、んびにしておくのが一番いいだろうという、そういうことですね。はい、ね。この辺、あの、逆に考える人がいるので、これちょっと気をつけてくださいね。1、ねえー、が言えるような状況というのがですね、えー、 言っても相手のフェイスを犯す可能性がほとんどないから言うんですね。で、何も言わないというのは、ちょっとでもなんか言おうもんならですね、相手のフェイスをまあ犯してしまう、傷つけてしまう可能性があると思うから何も言わないわけなんですね。はい。よろしいでしょうか。もちろんそういうのを考えないでですね、さっさと勉強しなさいと言ってですね、相手のフェイス、面をですね、まあ、思い切り傷つけるということはあるかもしれませんが、それはちょっと。 なん,ていうなんて言いますかねあの、相手との関係性に対する配慮がないと、理解してないと、ね、いうことになるかと思います。なお、例えば、えー、火事の現場といった切迫した状況で、フェイスへの配慮もよりも伝達の効率性が優先され、存在な言い方であっても、火事だ、逃げろといった言い方が取られますと。 火事の現場でですね、といった切迫した状況ですね、まあ、例えば目,目上の人になんか言うときにですねあの、大変恐れ入りますが、今すぐ近くで火事が起こっておりまして、火の粉が、えー、飛んでくるやもしれませんので、もし,よ,しよろしければお逃げなさった方がよろしいんではないかと思いますが、いかがでしょうかって言ってる間にですね、<laughs> 相,手相手が燃えてしまったら意味がないですね。<laughs> ねそううい時はその時はでですね相手燃えてはしょうがないんでもう そっちよりもですね伝、えー、達の効率性で,ですね。火事だとにかく逃げろ早く逃げろというふうに言う方が優先されるということなんですね、はい。間違っても一緒に逃げた方があなたのためになると思いますが、いかがですかもちろん無理にとは言いませんが、などという表現は取られないです。当たり前ですね。<laughs> とこと言っている間に燃えてしまいますね。はい、これが、まあ、そのポライトネス・ストラテジーでした。 では、今回勉強したことを復習しましょう。今回はポライトネス理論ですね。ポライトネス理論というのは、ブラウンとレビンソンが提唱した理論ということですね。でポライトネスとは、相手とコミュニケーションする際、会話の場面や状況、相手との人間関係などを配慮しながら、相手のフェイスを脅かさないよう配慮することを言いますということで、そのポライトネスですもんですね。あそのフェイスですね。 自分の欲求が少なくとも何人かの相手に、他者にとって好ましいものであってほしいという欲求、こういうポジティブフェイスですね。えー、と、積極的フェイスと、もう一つは自分の行動を他者から邪魔されたくないという欲求、ネガティブフェイスですね。あるいは消極的フェイスといいますが、こういうフェイスには2つの側面があるということですねで。さらにですね、プライドネスにはですね、他者に近づこうとするポジティブプライドネスと、 他者と距離を置こうとするネガティブプライトネスの2つがあるんだよということでした。でさらに、今度はフェ,イスフェイス侵害行為 FTA とその構成要因ということで、こういったフェイスを脅かす行為のことを FTA と言いますということで、その構成要因は1番、話してと聞き手の社会的距離、2番、話してと聞き手の相対的力関係ですね。3番 特定の文化における絶対的な不可動です、ねえー、が、まあ、その構成要素、構成要因だということですね。で、この3つをです、ね、の相和が、えー、この FTA の深刻度になるんですよという、この W=D プラス P プラス R と、ねえー、これを覚えておきましょうということでしたね。で、最後にプライトネスストラテジーということで、えー、FTA をできるだけ避けるように、まあ、人はさまざまなプライトネスストラテジーを講じるんだということで、 ここでは5つのです、ね、プライトネスストラテジーをご,、えー、ご紹介しましたです、ねはい。それから最後、ですね,最後ですね、えー、火事の現場といった切迫したあ状況ではフェイスへの配慮よりも伝達の効率性が優先され、存在ない言い方であっても火事だ、逃げろといった言い方が採用されるんだよということですね。はい、こういったこともあるということでしたね。はい、いかがでしたでしょうか。 篠の県では今回のような工具室を使って検定試験対策の通信講座をご提供しています。篠の県の通信講座で勉強したいという方は下の概要欄に案内をつけておきますのでご検討ください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ご意見、ご感想は下の概要欄にお願いいたします。すべて返信させていただきます。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。日本語教育能力検定試験合格に向けてしっかり頑張りましょう。